スラバヤは、インドネシア第二の都市であり、東ジャワ州の州都である。ジャワ島北岸のマス川川口に位置する。人口約300万人。秋キオカラョウが在住しているため、漢語では、死水と呼ぶ。天然の良好単純ペラック港を中心に、オランダ植民地時代から貿易の中心として栄えた。現在は、インドネシア最大の港湾で、 最大の軍港である。砂糖、タバコ、コーヒーなどを輸出する。カジにア,アラブ系住民も多く、チャイナタウンやアラブ街もある。国立総合大学のアイルランダ大学や、アイデア対決、ロボットコンテストに参加経験のある、スラバヤ電子工学ポリテクニックなど、高等教育機関も多い。インドネシア語でサメを意味するスラとワニを意味するバヤが、 この地で最強の動物を争ったという神話に由来し、師匠に表されている。ケッペンの気候区分では、サバナ気候に属する。15世紀から16世紀にかけて、イスラム系のスルタン国が存在し、ジャワ島東部の政治的、軍事的拠点であった。1625年、紛争の後に当時兄弟であったマタラム王国の支配下となった。これによりマタラム国は、 バンテ王国の支配地とオランダ領バタビアの除いたジャワ島のほとんどすべてを支配下に収めた。オランダ植民地時代に商業校として発展した。太平洋戦争中の1942年、日本軍に占領され、第102海軍工作部が置かれた。若高などが修理を受けている。1944年連合国軍の爆撃を受けた。 1945年日本の降伏後、10月25日に上陸した英軍第49旅団とインドネシア独立派の間で戦闘が発生し、これがインドネシア独立戦争の発端となった。その後インドネシア独立派が占拠したが、1947年、オランダ軍に再占領され、1949年にようやくインドネシア共和国に編入された。 スカルノ初代大統領の故郷でもある。空港市内中心部から1 7トル離れた位置にジュアンダ国際空港がある。インドネシア国内でもジャカルタのスカルノハッタ国際空港に次いで2番目に利用者の多い空港となっている。鉄道路線ジャカルタからチレボンスマラヌを経由してスラバやパサールトゥリ駅へ至る北幹線ジャカルタからバンドンまたは シエボンジョクジャカルタソロマビウンを経由して、スラバヤ・グブン駅、スラバヤ・コタ駅に至る、南幹線の接続するジャンクションで、南幹線の途中から、バリ島への連絡口のあるパニワンギへの視線も出ていて、スラバヤ・グブン駅からパニワンギ駅の列車も設定されている。対岸のマドゥラ島とは、スラマドゥ大橋で結ばれている。港湾2021年アジアユースゲームズの 開催地に予定されている。ゲロラ・ブントモ・スタジアムは多目的スタジアムで、主にサッカーで用いられる。5万人収容。ワールド・ウェザー・インフォメーション・サービス・スラバヤ。ワールド・メテオロジカル・オーガニゼーション。2017年12月11日。閲覧。スラバヤ・クライメート・アベレージ・テンパチャー。 ウェザーバイマンス、s u r a b a y a w e a t h e r a v e r a g e s c l i m a t e d a t a o r g en.climate-data.org。2018年11月6日閲覧。インドネシアスラバジャ。 www.globalbioclimatics.org.2018 年12月14日閲覧。インドネシアスラバジャ。w e b c a c h e g o g、l e u s e r c、o g l e u s e r c o n t e n t c o m 2018年12月14日閲覧。スラバヤ、インドネシア。 マンスリーウェザーフォーキャストクライメイトデータ。ウェザーアトラス2019年1月24日、閲覧。ありがとうございます。